加藤純一隠れた名言選手権やりたい、やりたい、加藤純一隠れた名言選手権やりたい。あ、分かった、やろうぜ。あのさ、一般的にさ、今までさ、なんか印象に残る言葉ってあるじゃん。例えば何、俺がよ、なんか決め台詞で言ってたやつ、せいーとか、そんなあんま言ってねえな。だからそういうんじゃなくて、みんなはそういうところに目が行きがちだけど、実は違えんだよみたいな、ここがいいんだよ、お前は回ったんだ、捕食者から非捕食者へとな、とかさ、 あるじゃん、俺がよく言ってんの。ど、大将が背を向けるなとかよく言うじゃん。大抵漫画からパクってんだけど、大抵俺というかキングダムの原康久が言ってるんだけど、あとウジ虫ですとか、そういうんじゃねえんだよ。もっと隠れた名作があるだろう、もっと。一票来たぞ。ゴロゴロしてるの幸せーって言ったらしい。小倉アナみたいな、天達みたいな感じで言ったんだろうな。ゴロゴロしてるの幸せーって言ったらしい、俺は。名言だな。今だ、今俺、深みの出た、人間として深みの出た俺だから言えるけど、これはかなり深い言葉だよ。みんな、急ぐなよっていう。急ぐなっていうことだな。これは何これ、ごめん。ユン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 、これ何これ、これいつ言ったの、ごめん。ユン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 って何これ、何これ、こんなシーンあんの。俺5000時間ぐらいあるからよ。お前らはいいよな、加藤純一の放送寝ながら見るな。俺これ今でも思うんだよ、本当に。マジで羨ましい。俺さ、自分の放送ってタイムシフトじゃなきゃ見れねえから。本当にこれは羨ましいわ。俺今一番嫉妬してるわ、視聴者に、それ。本当に羨ましい。リアルタイムで見れねえからな。特権だよ。ゼルダのユンだろ。あ、ユンボーが生まれた、ユンボーの時のやつだぞ。あ、なるほど。最近なんだ。みどりさんは、障害者じゃなくてギリギリの健常者なんだよ。なんかこうやって文字に起こすと名言っぽく聞こえるね。みどりさんは障害者じゃなくてギリギリの健常者なんだよ。なんか、なんかありそう。ヒーロー系のアニメでありそう。お前からは運送業の匂いがする。これ本当に俺が言ったの？お前からは運送業の匂いがするって言ったらしい。誰に対して言ったの？このお前からは運送業の匂いがするって。誰に言ったの？お前からは運送業の匂いがするって言ったらしい。誰に言ったの？誰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 に言ったの？突出した人に言った。ちゃんとした人間に言ったの？俺今さ、明らかにゲームのキャラクターに言ってんだろうと思ったけど、突した人間にお前からは運送業の匂いがさせてたの。へぇー。最近から、どういうことから、どういうところから、俺は考察したんだろう。すごいな。俺が人を殴るとき目の前に立ってるのは女か老人だ。これはもう本当にそう思うわ。俺女と子供と老人以外殴らないって決めてるから。なんだ、成人男性殴るとよ、自分が殺されるかもしんないから。俺もうそこだけはもう本当に心に誓ってるんだ。もし俺人に拳あげたことないんだけど、万が一あげるとことがあったら、まず第一候補は女。ユイガーは生ポだからダメ。なんだそれ、言ってねえだろんなこと。あ、モンファーか、モンファーか、モンファーか、なるほどね、言ってたかもしれない。ラジオ体操加藤純一パート3、16分55秒生きて帰れると思うんだよ、お前の人生むちゃくちゃにしてやる。いいね。いいね。そんなこと言ってた時もあったんです。お前の人生をめちゃくちゃにしてやる、親の職業を奪ってやるだろう。
みやこさんの足に両腕を通して肛門の中で暮らしたい。これは別に、これはなんか隠れてねえだろう。結構スポット浴びてるよ。